い、こんにちは、野丸です。今日もうちの中で撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京城ね、暑いです。晴れてますね。30度以上あるみたいです。昨日も今日もね、なんか夏みたいな天気です。で、洗濯さっきして干したんですけど、さっさとね、3時間ぐらいで乾いちゃいましたね。で、明日からね、なんか涼しくなるみたいですね。最高気温25度とか、そんな感じで、一気に秋めいてきますが、なんか台風が来るとかって言ってますね。来週末なのかな。なんか天気図によりますけど、なんか来週末日本に接近するんじゃないかって言われてますけど、ちょっとわかんないですね。はい、今日のテーマなんですけど、イスクモレノさん、大統領選出馬っていうのをこういう話します。はい、もうね、一昨日あたりからね、いっぱいニュースが出てるんですけど、まさかね、大統領選に出るとは思わなかったんですけど、本人はね、ずっとマニラ市長で、やりますって言ってたんですけど、にわかにね、大統領出馬要請とかなんか期待がかかってて、本人もね、大統領選に出た方がいいのかなっていうふうに思ったのか、ちゃんとね、周りを固めて出てきたようなんですけど、なんかね、いいですね。僕はね、大賛成なんですけど、イスクモレノさんって、次期大統領になってほしい人で、国民が選ぶでナンバー2になってるんですね。で、1番がサラさんになってるんですけど、2番がね、イスクモレノさんで、まあ出ないって言ってたんで、出ないから出ないのっていう感じだったんだけど、出るって言って正式に出馬証明そうめんになったので、あ、これは素晴らしいなと思って、すごくいいんですけど、そうすると、じゃあ今出てる人だと、じゃあどうなのって言って、イスクモレノさん多分このまま行くんじゃないかなと僕は思う。他に誰か出るの、サラさんが出るのかな、出ないのかなとか、多分出ないんでしょうけど、わかんないですけど、そうすると、じゃあ何、副大統領は誰って言うと、今出てる人だと、なんかデュテルテさんになっちゃいそうで、じゃあどうなのって、イスクモレノさん大統領で、ロドリゴ・デュテルテさん副大統領っていうラインになるんですかっていうふうに僕は思うんですけど、イスクモレノさん、なんだっけ、ドクターの YouTube やってるあの方と、あの方を、副大統領で、じゃセットでとかっていうふうに言ってますよね。そうすると、じゃあどうなのかなと思って、なんか、僕はなんか、その人がじゃあ、副大統領に入るんですかって言うと、入らないような気がするんですけどね。なんか他の国のアメリカの国の大統領だと、例えばまあ副大統領とセットじゃないですか、大体大統領と。でもなんか日本じゃね、フィリピンは違いますよね。別々に投票しますから、例えば大統領がセットでって言ってる人とは、必ずしもコンビを組んで副大統領と大統領とって一緒になれませんよね。そう、どうなのかなと。だから今の現状でもね、なんかね、とてもなんかね、関係の良くない人と大統領と副大統領になってたりするから、今回はじゃあどうなるのかなと思うけど、僕はなんかデュテルテさんとイスクモレノさんってそんなに合わなくならないような気がするんだけど、それはどうなのかなと思って、まあもちろん党は違うんですけど、僕はなんかね、彼が大統領で副大統領がロドリゴ・デュテルテって全然いいのかなと思うんですけど、これパキャオが大統領でロドリゴ・デュテルテが副大統領だったらなんかちょっと嫌だなと思うけど、あ、でもなんかいい、みんなの党、みんなの党でありなのかなとかって思うんだけど、でもそういうもんじゃないですよね。だってもともと同じ党でなんか物事関係が悪くなって、出ていく形で、パキャオさん出てってっていう形で今大統領候補に、出馬をしてるんだけど、だからそうすると PDP ランマンもほら、あの人なんだっけ、ボンゴーさんっていう人を出そうとしてんだけど、あの人出ないって言ってるから、結局じゃあ、 あれですよ、ロドリゴ・デュテルテさんだけ副大統領っていう形になってるんだと思うんですけど、そうするとじゃあこのままいくと、じゃあイスクモレノさんですかっていうと、でしょうよね。いいですね、そういうの。僕はすごくいいんだけど。で、彼何がすごいかっていうと、やっぱり、国民目線で考えてるし、先を読んでるし、すごく頭のいい人で、ちゃんと先を読んでるんです。こうすれば絶対こうなるとかって、ちゃんとプランがあって、話してるし、実行するので、僕はすごくいいし、それが国政レベルでやってくれると、なんかすごいありがたいですね。で、マニラがあんな綺麗になって、うまくいってるのって、やっぱ彼のおかげだと思うし、徹底してちゃんとやるし、で、ものすごい強気で、間違えたことに対してはものすごくはっきり言うし、僕はね、そのスタイルってのはとても大好きです。はい、そんなわけで、ちょっとごめんなさい、コーヒー飲みます。
今日もまあまあいつものコーヒーです。いただきます。なんかね、風邪が治んないですよ。なんか緑の鼻水が出てくる。耳鼻科行った方がいいのかな。いただきます。暑いな、畜生。なんだこれ。まあいい。なんかね、ちょっと喉がね、ガラガラするんです。熱はなくてね、咳も出ないんですけど、なんかね、緑の鼻水が出たりとかするんで、耳鼻科に行った方がいいな、これね。なんか昔の子供、青っぱなの子、カナダになってる子供みたいになっちゃってて、なんかひどいんですけど、まあ、まあでもなんか生活に支障がないんで、そのまま今やってるんですけど、ちょっとはひどかったら、耳鼻科に行きます。はい、それでね、僕最後にね、マニラに行ったのってね、あれですね、2016年の9月ぐらいですね。最後に、だからなんていうの、日本に戻ってきた、ずっとミンダナドに住んでて、で、マニラに一回来て、マニラに一日いたんですね、確か。で、そこで、当時、いろいろ銀行とかね、金融機関のね、めんどくさい手続きをやってくれた日本人の方がいて、その方にマニラ市内をちょこっと案内してもらった時に、その時最後にマニラにいたんですけど、なんかリトル東京とかね、なんかいろんなとこ連れてってもらったんだけど、なんかここはどこでしたよとか、ちっともわかんなくて、彼と彼の運転手と3人、あとなんかね、彼の、お孫さんだったのかな、小学校に行ったりとかして、その小学校で説明を受けてたんだけど、なんだかよくこの小学校は何ですとどうですとか、プライベート小学校だったらいろいろ説明を受けたんですけど、なんかよく分かんなくて、小学校がって言っても突然言われても分かんないんですけど、まあとりあえずギュドルマニアとかああいうと行って、あと寿司屋さんに行ってね、寿司を食べたりしたんだけど、ネタはうまかったんだけど、ご飯があんまり美味しくなくて、あ、やっぱちょっとご飯はあれかな、ちょっとこれはなんか、ビネガーとかお酢の問題なのかなとか、炊き方の問題なのかなって、ご飯はちゃんとね、日本のご飯だったんだけど、その時はね、マニラに僕、最初で最後、っていうか最初じゃないんだけど、最後にマニラにいた時なんですけど、観光したのは、観光っていうか、案内してもらったのはほんの数時間ぐらいなんだけど、当時だから、リトルマニラの お好み焼き屋さんみたいなとことか、あとなんかこう、日本料理屋のとことかね、いろいろ連れてってもらったりしたんですけど、その時は、だからまだ今の、そう、イスクモレノさんじゃなかったんですけど、マニラの印象って車やたら多い。で、なんかに、当時としてはもう、今とは全然違うんですけど、もう5年も6年も前の話なんですけど、すごく、なんていうの、東京に似てんのかなと思って、ちゃんとした新車がバンバン走ってて、街は高層ビルになって、まあ、スラム街みたいなところがいっぱいあるんですけど、で、そういう風になってたから、ああ、なんかこれからどんどんもっと発展するんだなと思った。今ね、もう全然、今、あの頃とは全然違う、もっと発展してるんですけど、はい、だからね、本当、ミンダナドの田舎にいた人が、私がいきなり都会に出てきちゃって、なんかよくわかんないし、一日中渋滞してるようなところだし、驚いたんですけど、やっぱり、マニラっていうところ、ちょっとフィリピンの中で、やっぱ本当、一級品の都会の、ダバオとも全然違うし、本当にね、都心っていう感じがして、いろいろ、金融機関にいろいろ連れてってもらったりとかしてて、いろいろな手続きをしたりしたんだけど、本当ね、僕にとってね、マニラってすごい、都会でいいとこだな、でも僕が住むとこではないなって思ったんですけど、まあ、そこの市長がね、大統領に、ね、こう立候補してて、で、いろいろな情報を見ると、マニラのやっぱりね、こう、ダメなところ、負のところで、どん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 彼がね、積極的に改革していって、例えば僕が驚いたのは下水の処理とかするのすごいなと思って、あれで洪水しなくなったじゃないですか。で、やっぱりそういう根本的に見てるところが違うんだなと思って、普通表向きのところとかきれいにするかもしれないけど、そんな目に見えないところなんかあんまりフィリピン人ってやらないんですよ。例えばうちの奥さんなんか見てると、見えるところは掃除するけど見えないところは掃除しないですよ。例えばなんか水が詰まったらとかってパイプを詰まる原因とか考えないし、そもそも詰まる原因を作るようなことも考えないんだけど、でもイスクモレノさんってちゃんと全部っていうのは何が原因でどこがどうなってとか、見えるところ見えないところをはっきりちゃんとね把握してるっていうのは僕すごいなと思って、だから
こうなって今度はこういうふうに良くなることは今どうすればいいかっていうことをね、ものすごくねはっきりとビジョンを持ってる人で、それがね全然間違えてないっていうのは僕は思うんですね。だからなんか行き当たりばったりの何か政策を彼はするとは思えないし、国政について多分あまり経験っていうか多分ない人なんでしょうけど、でもちゃんとねちゃんとブレーンとかちゃんと意見を聞く人とかそういう人がいるんだろうけど、その人にちゃんと意見をもらってそれを的確に判断して行動できるっていうことが僕はあの人のものすごい才能なんだと思うし、すごいなんか政治家として向いてるところだと僕は思います。やっぱり国政とか何かの頂に立つ人なんだなと僕は思いますね。で日本みたいに総理大臣とか首相とかってこう選ばれる、そういうなんていうの、政党からとか国会議員第二子から選ばれるっていうトップではないので、国民投票でバーって選ばれるので、やっぱりトップダウンでちゃんと権限が集中しててちゃんとできることはやっぱりその人はちゃんとできるんで、やろうと思えば、だからそういう面で的確に判断してこうすべきだっていうことを間違いなく、間違えてもしょうがないのかもしれないけど、すぐ修正すれば、だけどそういう判断ができるのはイスクモレノっていう人はね、とても優れてるって僕は感じました。だから大統領になって6年間ね、自分でちゃんとねビジョンを立ててやりたいことをねやるっていうことはね、とても大事なことだと思うし、今もう本当ね COVID-19 真っ只中で来年もどうするかとか今どうするかっていうことの切羽詰まってることなので、これからはねすごく大事だし、今も大事なんですけど、また大統領になった後に、こういうすべきだとかってちゃんと6年間のビジョンを持ってそれをね自分でちゃんとね 遂行していけるっていうね、こうなんかね才能と行動力と決断力とやっぱねそのパワーがあると僕は思いますね。だからそれは彼のねとても努力したところなんだと思うけど、なんかだからそういうね人に何かこびるとかそういうこともなく、ちゃんと思ったことをね実行するっていう能力があるっていうのは、僕はねイスクモレノさんは的確だと思います。だから今のドゥテルテさんもなんかいろいろ邪魔する人がいっぱいいて、できないこともいっぱいあったんだけど、だからちょっと大変だと思います。でもおじいさんだからね、なんかぼやいててね、なんか文句ばかり言ってるからね、なんか大変だと思うんですけど、で彼のねだから6年間まだ終わってないんですけど、なんかいろいろビルドとかペイネやろうとしてたこともあるんだけど、なんか途中になってしまってるんですけど、でもね彼がね大統領で6年間やって、僕はね最初の頃ねフィリピンにいた時に本当に世の中劇的に変わったんで、驚きました。だからそういうことがねちゃんとねトップの人が変わって、その人がねちゃんとした考えと実行力があって、それがねちゃんとできるっていうことはね、やっぱりフィリピンってすごいなと思って、だからやっぱり政治の力なんだなと僕は思います。だからそれについてまた経済力とかねそういうこともついてくるんだろうと思うけど、あとフィリピンでできないことを、フィリピンだけではできないことはね、周りの国はね協力するっていうのかな、そのだから協力してくれっていうことの外交みたいなこともねできないとダメなのかなと思って、だからやっぱりこれからね、だからモレノさんって若いからそういうことが多分できると思うし、日本とか周りの国がねそれで対して何が協力できるかっていうことなんだと思う。だからこれからねなんかね日本もなんか自民党総裁選にな、来で今度4人のうち誰かなるということで、でその後首相が決まるんです、その方がどのぐらい、任期長い、どのぐらいの年数首相でやっていくのかちょっと僕は分かんないんだけど、でもその人とちゃんとねうまくね、こう隣国同士でねちゃんと話し合いをつけて組めるっていうことはねとてもいいことなんだと僕は思いますけど、なんか世の中ねなんかいっぱいいろんなことが起こってて、なんかね大変なんでしょ、太平洋のあの辺の国とかなんかいっぱいあるでしょ、オーストラリアとかなんかニュージーランドとかもなんか絡んでて、最近なんかあれでしょ、何オーストラリアとイギリス、アメリカと組んでなんかやろうとしてるでしょ、原子力発電、原子力潜水艦をなんか入れるって言って、でフランスと揉めてるでしょ、あれもちょっと怖いし、なんかね、だからいろんなことでその中の中に組み込まれてるようなものです、日本もフィリピンも。
別にあっちは大国でこっちは関係ないよとかっていうことではないので、その中の中にそのエリアにちゃんと国があるんだし、フィリピンという国もだから重要な位置にあるので、フィリピンのこう大統領っていうのは自国だけのことも大切なのかもしれないけど、周りも見てやっぱりやっていかないとすごく大変だっていうことは僕はすごく思うし、なんかね、昔からねやっぱりフィリピンのこうシーレーンの場所とか、大陸から見たこうフィリピンの位置とか、こうなんか戦略的にすごく重要な位置にあるので、なんかみんなフィリピンを取りたいとか味方にしたいとか、なんかねいろいろ多分僕はあると思うんですよ。だからそういうことを考えると、フィリピン大統領ってとても重要な位置だと僕は思います。はい、まあ今日はね、イスコモレノさん大統領出ますってねお話だったんですけど、僕はすごくね期待してますって感じですけど、なんか今日はね、なんか話全然違います。 iPhone 13発売の日っていうなんかやってましたね、さっき。なんかだ、なんかあれですね、銀座のアップルストアになんかタヌキが並んでたんですけど、あれ誰なんでしょうね。なんかタヌキが iPhone 使うのかな、よくわかんないんですけどね。なんか動物もね、もうだんだんスマホみんな持ってるし、人間だけじゃなんか儲かんないから動物にも売るような、そのうち犬や猫も iPhone 持つんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあそんなことどうでもいいんですけど、はい、今日はねこんなお話をさせていただきましたが、最後まで見てくれてどうもありがとうございました。これからもねよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。このチャンネルでは、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ、はい